ひろこ TV。 ボーカルレッスン。こんにちは、佐藤ひろこです。この動画は佐藤ひろこオリジナルボーカルレッスン動画です。今回はドゥルルルルバスン地声。地声といってもですね、もう今日は地声をとにかく強化したい、強い声が出せるようになりたいんだというあなたのために、この私佐藤ひろこ考案のまあまあスパルタなレッスンを皆さんにレクチャーしていきます。私の動画の腹式呼吸の動画、どこかのタイミングで見てください。これはね、2話連続で見ていただくのがいいなと思うんですけれども、腹式呼吸の仕方、しっかりとそれを取り入れて今回に挑んでいただきたいわけです。とにかく地声を強化したいあなたは大きな声を出しましょう。大きな声ってどのぐらい大きな声なのって思っている方がいるかもしれませんが、自分が思っている大きな声のプラスレベル5ぐらい上げた、もう喉がキリキリして咳込んでしまうくらいの、大きな声を出していただきたいんです。大きな声出せば出すほど声帯は強くなります。っていうのも、以前の動画でちょっと話しましたが、呼気がこう声帯にぶつかって音が出ます。で、この呼気力が強くないとどうしても強い声っていうのが出せないんですが、腹式呼吸がしっかりできたとしても、この強い呼気力に声帯がびっくりして咳込んでしまったり、大きな声が出せなかったりっていう場合もあるので、腹式呼吸に使う腹筋と、そして強い呼気力が当たってもくじけない君の強い声帯を手に入れてほしいんです。ということで、大きな声を出していきましょう。ラシャープあたりが私は完成点なんですけれども、なのでちょっと下でやっていきます。オクターブでいいです。ソからソ、ソからソ、このオクターブをオで、ホでもいいしオでもいいかな。私がよくやってる練習法はこんな感じ。おは反対も、おおおおお、こんな感じです。おお、このオクターブで動いていくっていう練習は、耳も悪くならないのでとってもいいかなと思います。なるべくなるべく強いよぜ。おお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 おを取りながら一緒に練習をしてください。喉がいがらっぽくなったり咳込んでしまうのは決して悪いことではありません。それは声帯に強い呼気が当たって、声帯がそんな強い風、呼気力当たるように僕できてないですとびっくりしている状態なんですね。これを少しずつトレーニングをして慣らしていくと、強い呼吸力、強い風が当たっても喉も声帯もへっちゃらへっちゃらになってきます。慣れてきたら、おー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 などというちょっとアレンジを加えながら強い音を出しまくっていただきたいと思います。さあ、今回の動画はいかがだったでしょうか。ちょっとでもいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。バイバイ。チャンネル登録してください。
チャンネル登録してください。高評価ボタンも押してね。チャンネル登録してください。